皆さんもお茶リキッドです。今回ですね、毎週やっております、今期2023年秋アニメ第3週目、海外人気格ランキングトップ10やっていきたいと思います。はい、今回ですね、いつもより全部で、3サイトですね、アニメトレーニングさん、アニメコロナさん、アニメトロフィスさん、それぞれの第3週目、アニメトレーニングさんは第2週目ですけどね、トップ10という順番に紹介していきたいと思います。というところで、前回はね、まさかのね、アニメコーナーで、破滅の王国が1位を取るという、もうびっくりのことが起きましてね。ほんともう今季はレベルも高すぎるし、タイトルもものすごく多いですから、もうどうなるんじゃって、もう予想外のことが起きまくるんじゃないかっていう中で、今回もね、また順位の入れ替わりも激しいですし、そんな中でもですね、結構見えてきてます。あ、これが今季海外人気なんやなって、3サイト見ていくとは、っていうのは分かってくるかなとも思いますし、ちょっとね、1位、あ、来たーっていうね、テンション爆上がり案件もありながらですね、まあ今季の海外人気、今のところ一番これやなって、まあ来週からね、ついに薬屋も参戦して、来週かな？再来週かもしんないけど、うん、まあいよいよ薬屋もね、もうすぐ参戦してくるっていうところもありますんで、まだまだ変動はするでしょうけれども。はい、っていうところのランキングで、早速ですね、アニメトレーニングさんから、順番に紹介していきます。アニメゾンビさん、まず第2週目トップ10。それが、こちらという、これ、想像の上でファンランカップ1位フリーレン来ましたか。まあ、さ、来るわな。フリーレンな。もうめちゃくちゃ神回でしたしね。っていう中で、もうこれ6話かな ?6 話っすよね。ってとこでね。6話特にね、もうシタルクかっこよすぎたんで、もうそれは1位かなっていう感じもしながら、スパイファミリーもでも人気っすね。僕は正直なんか、これどう、海外向けたらどうなんだろうなと思ったけど、もう2ランクでも3位っていうことで、全然下がってないですね。で、2位が怪率という、怪率もめちゃくちゃ人気でですね、2位というところですね。いや、2期で、2期もここまで人気かっていう。やっぱ2022年秋のあの超激戦クールの時でもね、やっぱトップ3常にいるぐらいだったんで、でも2期もやっぱすごいですね、人気がね。で、第4位が綿押し。綿押しの人気アニメトレーニングすごいね。2週連続4位と。第5位100カノ、ワンランクアップ100、5位ということで、100カノの人気どうなんだろうなと思ったけど、怪人気高いですね、これ100カノ。いいんじゃないですか。第6位、アンデッド・アンラック、ランク入ってきました。やんでったアンラックさぁ。ねえ、もう漏れかかってんさ、あんな面白いの見ましょうみんな。ね、ジャンプアニメだからいける人とかさ、軽く考えとったんですよ、僕は。マッシュルも、地獄楽も人気あったし、まあね、普通にアンデラもまあ、ほっといても人気出るやろぐらい持っとったし、しかも面白いからさ、余計に人気出るやろと思ったらね、そんな簡単にいかないみたいで。で、やっぱ批判意見全然ないんで、やっぱ見てる人がマジで少ないんだと思う、今のところ。もっともっと見てほしい。はい。で、最近ですけど、海外人気はね、まずまず高いっすよね。第6位入ってます。第7位、シャイというと、シャイも、アニメトレーニング初めてか、ランク入ってきた。まあ、初めて、まあ、2週目ですけどね。ランク入ってきたというところになってますね。シャイも海外人気高いのかな？どうなんだろうね。ちょっとこれ今後お楽しみですね。第8位、パラドックスライブ・ザ・アニメーションという子はね、全然笑ってないパラドックスライブが、これなんでこう、アニメトレーニングが入ってるのかは、ちょっと僕はやっぱわからないんですけれども、2週連続8位と。もう見てますっていう声も聞かないんですよね、これ。もうわかんないですね、これに関しては。はい。第9位が、縦の勇者成り上がり3つという子をね、もう完全復活なんて声も聞こえてきますけども、4ランクだもう9位という子をね、まあ、これ前回2話か。まあでもトップ10入ってるから、まあいいのかなって感じもしますけど。第10位、ドクターストーンニューワールドという子をね、もう3ランクダウンというか、もう見てないやろ、こいつら。海外人気ドクターストーン忘れとるやろ、これね。10位入ってるからまだいいものを、ランク上がる余地しかない話が、もう下がるっていうね、困ったことしてきてますけども。まあでもやっぱ新作はね、もちろん海外人気ランキング入ってほしい思いもありますけどもね。まあっていう中でもやっぱ続編やっぱ強いですね、今季。怪物、スパイファミリー、ダートの勇者、ドクターストーンか、4作品入ってきてるか。っていうところでね。まあ呪術も本当は入ってんすよ。アニメトレーニングってなんか連続に来る作品対象外みたいななんかすげえ謎制度があって、呪術も今回本当は5位なんですよね。対象外じゃないですよ、別に。でも、この表には入んないみたいな。よくわかんないですよね。本当に。今回も5位っすよ。だから本当は2期作品は、まあでも、ドクターストーンそうすると溢れるから、まあ、結局4作品なのか。ちなみに、11位が引き込まれ吸血鬼、12位星狂テレパス。惜しいじゃん。惜しいやん。星狂テレパスなんか10ランクも上がっとるんやけど。なんかさ、そう、引き込まれ吸血鬼も星狂テレパスもね、豚レバも全然入ってこないの、あれとか言ってたんですけど、結構惜しいとこにいるね。はぁ、シャンプロもランク外というとこでしたけど。はい。というとこね、フリーレンがさすがの1位と
というところでございます。解説もやっぱめちゃしに行きというところで、おめでとうございます。はい。では続いてですね、アニメコーナーさん第3週目トップ10紹介していきます。アニメコーナーさん第3週目、前回はなんと破滅の王国が1位取ったアニメコーナーですけど、今回1位はなんとですということで、トップ10それがこちらというの、覚醒の王者来た確率に禁止暴走が始まったで、やったで、イランカップ1位というのはね、もう1期だったらありえないテンションかでもリアルにマジ怪物も人気になってもガチでハマってて、もうね、あの断ることに動画やってるんですけど、もう僕はメアリーのセリフを真似する、シャドウのセリフをもろパクリ真似する力量になってますけれどもね、いや個人1位来たじゃないですか、すごいなこれ。あでもね、もうそれに違うの素晴らしい回で、いやでもフリーレンよりも人気ってのはちょっとびっくりだな、これもうちょっとフリーレンやっぱビビるがいい回で、しかも新作だからアドバンテージ強いと思うんですけど、フリーレンもやっぱ人気も凄まじいね。うん。フリーレン開発1位2位。で、第3位破滅の王国で、破滅の王国がなんでこんな人気なんや、もう。トップ10に入ってくるぐらいだと全然わかるんだけど、この第3位でこれすごね。これな、どういうもんなんやろね、これ。でも、やっぱ人気間違いなくありますよね。もう一回、前回だけじゃないっていう。うん。毎回衝撃展開持ってきてますけど、この先に。第4位、呪術廻戦2期という、これね。呪術も4位か。結構厳しい感じもしますけど、まあでも、とはいえ4位ではありますけど。第5位、ドクターストーン。あ、これ分かってますね、アニメコーナー。ご覧か。もう、上がる余地しかないですよ、ドクターストーンなんて面白さ的に言ったらね。下がるなんていうのは、もっと何を見てたんだっていう。んだけね、もう面白さがぶっ壊れてるという評判、ドクターストーンでね。最近、視聴者さんもね、まあ、なんか、つい見始めましたっていう方もいらっしゃいましたけど。もう、ドクターストーンも絶対よ。これ必須科目ですよ、これ。マジで。もう絶対、僕のチャンネル見るようになったら必須、もう絶対見てくださいっていう先です、これ、ドクターストーン。第6位、ラグナクリムゾンってこれ。ラグナもね、やっぱ結構人気ですね、海外。2ランクアップして6位と。どうですか僕は1話でね、リティアしちゃってますんで。で、2話はまあ、おもろかったみたいな話も聞いたりしてるんですけど、そう、評判いかんでは見ようかなとも思ってるんですけど、そう、最近また評判、まあ僕は買ってないからでしょうけどね。あんま聞いてないですけど。うん。もし面白ければ、また布教していただければ。時間があれば見るかも。いかんせん、今期ちょっと視聴が今遅れてるんですけど。で、暴食のメルセイク。なんか6ランクは上がって7位に入ってたじゃないですか。人気じゃないですか。7位と。まあ、アニメコーナーはね、もともとランクがブワーンってこう変わる、もともとサイトだと思うんですけど。っていう中で、結構、下ラインはやっぱ横一線なのかもしれないですね。うん。第8位、スパイファミリー2期という、これ、こっちはやっぱ厳しいですね、結構8位。下手したらトップ10圏外いっちゃいそうだな。第9位が盾の勇者の成り上がり。こっちも何、何 ?9 位か。指し示めアストロンか。ねえ、指し示めストロンか、これは。盾の勇者もでもしっかりトップ10入ってきて、まあ3期とはいえ入ってきてと。第10位、シャングリラフロンティア。シャングリラフロンティア入ってきたじゃないですか。5ランクアップして10位。でも、とはいえ海外結構厳しいですね。これ、まあ国内でも厳しい感じしますけど、海外も厳しいって。シャンプロマジ大丈夫かっていう感じですけどね。はい。で、まあ東洋図見ても1万5000なんで、まあやっぱ前期がね、本来1万割ってたんで、第3締めとか。で、やっぱ多い時2万とかあったんで、そこに比べたらっていう感じもしますけども、海外でも間違いなく前期では盛り上がってるっていうのは言えるかなっていう感じ。ですけどもね、前期は本当もう海外ランキングももうマジで投票も少ないし盛り上がってねえんだなっていう感じがしてたんですけども、今期やっぱしっかり盛り上がってるなっていう印象もありながら、アニメコーナーは100カノとか入ってこなかったっていうところで、あんまラブコメ系では全然入ってもない、全然ないですね、アニメコーナー。アニメトレンディングはもともとラブコメ結構強いなって印象ありましたけど、でも今期はやっぱね、そのなんかラブコメよりもなんかそのバトルモとか、普通になんかいろんなね、まあ、転生もそうだけど、いろいろと強すぎるんで、ちょっとなんか単純になんかキャラ可愛いだけで入り込めないかもしれないっていう感じは正直しますけどね。結構珍しいランキングになってますね、今期は。だから。ガチガチに戦ってるっていう印象がかなりありますけど。はい。で、なんか、怪物がね、暴走を始めたという1位でした。おめでとうございます。しゃい。はい。では、続いてですね、最後、アニメトリックさんのトップ10紹介、トップ15ですね、紹介して以上となります。第3締め、アニメトリックさんのトップ10、トップ15、それが、こちらというとの、呪術廻戦に決まらないカップ1位。スコア5000超えという、こうね、まあ、前期はね、もう無職、最終的にはもう無職が独走してたんかな、前期は。一回なんかもう、呪術抜かれてからずっと無職が1位だった。延期とか、まあ、呪術は延期とかもやってましたからね。うん。っていうところでしたけれども、今回は1位になってきたというところで、フリーでも4000ポイントと高いは高いですけどもね、2位というところで、まあやっぱね、で、3位怪物でしょう。やっぱこの怪物、フリーレン、呪術、この辺のやっぱ人気度めちゃくちゃ高いのなんていうのはね、すごい思いました。で、100画はやっぱいいっすね。頑張ってますよね。4位に今回も入ってるっていうところで。
先週について4位か、うん、っていうところでかなり安定して高いとこ取ってきそうな感じしますよね。第5位がスパイファミリー2期というこっちも2ランク下がっちゃったと。第6位ゴブリンスレイヤー2期というところね、ゴブスレここが入ってきたというところですね。第7位シャンフロ、お、シャンフロいいじゃないですか、こっちもトップ10入ってると。第8位がアンデッドアンラックというところね、そうアニメコーナーはね第13位ぐらいだったんですよね、アニメアンデッドアンラックね。そう海外まあ別にまだため買いっちゃため買いなんで全然まあ別にまだまだかなって感じです。まあシャンフロもそうですけどね言うて。で9位が、綿押し、綿押しもこっちもトップ10入ってきたという、アニメトレンディングの2週連続にはすごいですけどね。第9位、第10位がドクターストーンニューワールドという、ドクターストーンもねなんだかんだでしっかり全部入ってきてるんですよさすがでしょ、これがやっぱねこの面白さのねなせる技っていう感じがしますけれども、こっちは里の勇者は入ってないか、ティアムーン帝国とか入ってきてほしいけどね、まだ見つかってないんかね海外だと。で引き込まれ吸血鬼がね意外全然入ってこないっていう、これもう海外全然ガンガン入ってるかなと思ったんですけどね、全然入ってこないっていう、これかなり意外な結果だなっていう感じがしてますけれどもね。いやーでも破滅の王国もなんかアニメコーナーだけ異様に人気だし、ちょっとわかんないとこありますけれども、まあね、フリーレンがねやっぱこう総合的に見たら一番人気だなっていうのが見えてきますし、やっぱ怪物の人気もやばいっすね。2位1位3位というこれ、まあフリーレンの次怪物ですわね。次がまあ呪術かなーっていう感じ。でもまだまだこの3番手4番手ぐらいでも結構決めかなってる。で100巻やっぱかなり人気あるなと思いながら、でもね全部トップ10入ってるとかっていう感じになってくるとやっぱかなり絞られてきて、まあドクターストーンとかそういう意味ではねかなり安定してるんですよね。っていうところでやっぱタイトル数も多いからやっぱまだまだね海外評価も完全に定まってるわけじゃ全くないのかなっていうのは思ってますけど、まあ、シャンフロとかもねランキングを上げてきてるんでまだまだねあり得るかなと思ってますけど、はい。まあ、でもやっぱ改めて引き込まれるとこが入ってないのは意外ですし、まあ、ティアムーン帝国とかはねやっぱほんと面白いですから、ぜひね上がってきてほしいなって思うんですけど、まあもうそもそもタイトルが多いから見つかんないかもなとかね、僕もさすがにいくら動画上げたって海外にまで届かないんじゃないかなと思ってるんでっていう意味ではランクとか入ってくるとね、まあ見てくれる人も増えるのかなとも思ったりしてますけれども、あれおもろいっすね。あとはどうだろうな、これが入ってこなくて意外みたいな。でもダークダニングとか全く書いてもらっちゃったね、ニックウルメ。まあそういう意味では呪術はさすがなのかなっていう感じもしますけど、聖剣学院の魔剣使いとかこういうのもなんか入ってきておかしくなそうだけどね。まあ16ビットセンセーションとかね、馬娘とかこの辺は厳しそうですけど、まあ入ってきていいと思うけどね。まあそういう意味でやっぱドクターストーンはやっぱすごいなっていう感じしますよね。君ゼロとかも入ってきてないしね。アークナイツとは入ってたくないって言ったっけ、豚レバーも入ってないし、まあ薬は絶対入ってくると思うんですけど、こっから始まったらちょっとねまだまだ予想はつかないですけど、まあ、ひとまずフリーレンとか、まあフリーレン、怪物スパイ、呪術のこの続編はもうやばいぐらい人気ですわ。で、やっぱその新作やったらフリーレン、ここは間違いないかなと思いますけど、まだまだね、やっぱこっからの買いタイトルっていうか、まあその3、4番手争いですらまだ決まってないし、もうちょっとねまだまだ入り乱れそうな、今期かなっていうのは思ってます。それだけやっぱね、まあ、タイトル数も多いですし、やっぱいろんなタイプも多いですから、そういう意味でやっぱねまた引き続きランキングの変化も楽しみですし、これ上がってきてほしいなって作品もねすごいありますんでね、ちょっとそこはね楽しみに、見ていきたいなと思いますし、もっとねどんどんいろんな作品がランクインしてくるとまた面白いランキングになってくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。という感じで、今回の本期2023年秋アニメ第3週目の海外人気トップ10の紹介は以上となります。今週ありがとうございました。ということで、ね、まあ、怪物が2にアニメコーナー1位だということでおめでとうございます。そして、まあ、フリーレンがやっぱ一番人気かなという中で、ね、まあ、呪術もさすがの人気を、見せていって、まあ、結構スパイは順位落としてましたけれどもね。あ、まあ、スパイは別に安定してやっぱトップ10は入ってくるかなっていう感じはしてますし、まあ、あとはここから、まあ、今期はラノベ枠も非常に強いですから、まあ、それの順位の変動もね。楽しみだなと思います。皆さんもぜひ、ね、いろいろ、まあ、薬屋もね、まあ来週か再来週になるかもしれないですけどね、ちょっと土曜日の夜なんで、再来週から入ってくるのはね、再来週、来週は入ってくるか。あ、来週は入ってくるか。ん来週は入ってくるか。まあ、薬屋はいよいよ入ってくると思うんで、はい、そこはね、ちょっと楽しみに待ちましょう、みんなでね。はい、まあ、皆さんもいろいろランキング予想したら、まあ、今回の感想とかご意見なんかもね、またコメントお待ちしてますというところで、百科のはね、今のところすごい人気みたいで、そこは嬉しいなっていう感じはしてますし、海外でもあれ受けてるみたいですね。本当面白いですけどね。はい。っていうところの、ランキングで
ございました。ご視聴ありがとうございました。またね、引き続き海外人気ランキング、あと開幕時点の海外評価ランキング、もうすぐね、マイミレッサーのやつ上げますんで、今思い出した危ないのね。まとめようと思って、また、あ、報道上げないけど、いろいろなんか上げたい動画が、上げれてない動画があるもんですが、頭の中でグルグルしてるんですけど、これまた上げますんでね。ちょっとなるべく早めに上げます。例えば薬屋も入ってきてると思うんで、もう、明日にでも上げるぐらいのつもりでね。つもりで、開幕してランキングを上げ、これも今週中にどっちも上げる、上げますんで。お楽しみお待ちいただきましたら幸いし、これを機にチャンネル登録をしてください。嬉しいです。はい。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。